うわっ、ね、ちょっと。バランス感覚のない野郎め、くたばれ。このガキども、待て待て、何をしとるんじゃい。もうちょっと奥だったかな。レッツゴー。相手。レッツゴー。それないぜ。よいしょー、来たー。無機質な感じにも慣れてきました。ああ、同じか。だから要は飛び出す位置をこうセットしてピョーンか。あれよ、なんか違うのかな。いや、飛び出し口が斜めじゃない限り意味ないよな。バカじゃないの？とらわれすぎだよ、前の仕様に。やばいな、パズルゲームの才能のなさ。ブラックメンサー、メンサーなんだっけ、アメリカの超頭脳集団だっけ。メンサー、メーサー、うん、うわ怖っ。映画のキューブと1984を合体させたみてえだな。
キューブと1984と2001年うちの旅を合体させたみてえなゲームだな。もうドツボだよ。おっと、こいつが本体か。このケーキ出せ。どうするんだ。こいつが全ての元凶か。なんだこれ。コンパニオンキューブと同じ道に連れてってやるぞ。なかなかジョークの効いた面白いやつだったが。ストップストップ。なかなか可愛げのあるやつだったけど、ジョークがきつすぎる。死んでもらうぞ。ポチャン。おお。わわわ、完全にいかれた。怖い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 。両親だったのかあれ。